任期満了に伴い4月に行われる御前崎市長選挙に一般社団法人理事長の青田修司さんが立候補を表明しました。私は経済政策を中心に訴えてまいりたいと思っております。2024年度4月に行われる市長選へ立候補を表明いたします。青田さんは横浜市出身の53歳、ベトナムの地域医療に関する一般社団法人の理事長をしています。青田さんは観光業の発展を政策に掲げ、市の財源確保につなげたいとしています。また浜岡原子力発電所の再稼働に関しては改めて住民の意見を聞いてから判断したいと話しました。市長選にはこれまでに元静岡大学教授の下村勝さんが立候補を表明しています。